ともこれでね、帰ってきてスマホつけるだけでこれで充電開始ですよ。半端ない、これは半端ない。はい、というわけでこんにちは、マルボールです。今日もね、学校行って帰ってきたんですけど、今日のネタはね、これです。クワッドロックね、この間紹介したこのデスクマウントにこの無線充電できるやつを買ってつけてるんですけど、まあ今はね、このクワッドロックのこのユニバーサルアダプターを使ってるんで、まあ、あの公式的にはこいつがサポートされてないんですよね、このユニバーサルアダプターを使った場合は。このクワッドロックが売ってるケースを使えばいけるんですけど、この僕が使ってるギャラクシーノート8はそのクワッドロックのケースがなくて、まあ、このユニバーサルアダプターを使うしかないと。じゃあなんとかね、このユニバーサルアダプターは本当はサポートされてないんですけど、なんとかこの、無線給電がしたいと。そう、そしたらこれでもうここに取り付けるだけで充電がね、今後できるようになるんで、今日はこいつを改良していきたいと思います。さあ行くぞ。でとりあえず最初の作戦としては、今ねこのケースの上からこのユニバーサルアダプター貼ってますけど、これをケース外して、一応これ保護フィルムみたいな貼ってるんですけど、これの上に直接まずこのアダプターを貼っていけるかどうか試してみたいと思います。多分それでね、距離的な問題は多分いけると思うんですよね。なんでそれでまずは、あでその前に、このガラスフィルムを、この割れてるのね、見えるかな、割れてるのをこの間張り替えるって言って買ったのをまだ実は張り替えてなくて、まずそれを張り替えてから やりたいと思います。まずは剥がしましょう。綺麗に剥がれるかな。はい、というわけでね、無事貼れました。じゃあ早速この裏に貼っていきたいと思います。まずこいつを剥がす。めっちゃ強力にくっついてるんですよね。これは強敵だな。よいしょ、硬い。これ本当はもうこれ新しいの買おうかと思ったんですけど、これめっちゃ今在庫がね、 Amazon で在庫なくて、届くのにかなり時間かかるみたいなんで、もうとりあえずこれを再利用したいと思います。はい、とりあえずめっちゃ汚くなったけど、とりあえず剥がしました。あとまあこっち側はとりあえずいいとして、こっち側今から貼り付けるんで綺麗に剥がします。はい、とりあえずあまり綺麗じゃないけど剥がせました。でとりあえずね、先じゃあ一回これ貼る前に、これでここにこの厚みでね、この厚みでちゃんと通電できるのか、それを確認してみたいと思います。はい、というわけで今こうね、青色に光ってると思いますけど、これが緑色になればね、充電されてるということになります。じゃあまずこれをとりあえずつけてみますね。はい、でこれにスマホを置いて充電できれば、このね、スマホに直接貼り付けた場合、いけるということになりますね。とりあえずね、はい、いけ、はい、来たー。はい、スマホも充電されますね。充電マークもちゃんと出てます。はい、ということなんで、とりあえずね、今のところこのスマホの裏に直接この、アダプターをね、直接この貼り付ければこの厚さなら、いけるということになります。
はい、というわけでなんとか貼りました。ただちょっとテープの厚みがね、まあ、若干だけであるんでいけるかどうか、じゃあちょっと行きたいと思います。これでいけんかったら大変やけどね。じゃあ行きます。はい、来たー。充電できてます。ワイヤレス充電中ね、ちゃんとできてますね。成功です。おめでとうございます。やりました。ということで無事ね、公式では対応してないと言われているこの、ユニバーサルマウントとこの、ワイヤレス充電モジュールねを使って、無線給電することができました。はい、まあ一応公式ではね、対応しかねますって書いてあるんで、僕の真似してねできなくてもそれはちょっとご勘弁をしていただきたいんですけど、一応まあできなくはないよっていうことです。ただケースを、今までケースを返してこれつけてたんで、まあこれが邪魔な時はもうケースごと外して、使ってたりしたんですけども、取り外せなくなったんで、まあそこだけはちょっとあれかなと。ただもう机に向かってる時はこれにねいつもつけてればいいだけだし、もうこれにつけるかバイクにつけるかなんで、僕の場合ね、もうまあそうやっていろんな場所に固定するにはやっぱこのクワッドロックがねもう完璧でしょ。充電までできるようになったんでね。あと車に乗ってる方はこれカーマウントにもこれつけれるんで、無線充電マウントね。で USB チャージャーからUSB 電源持ってくれば車でも、無線給電できますんで、これおすすめです。はい、ぜひクワッドロック使ってる方はこれも買いだと思うんでおすすめします。でとりあえずね、まあ無線給電できたはいいんですけど、ケースなしで使うのはちょっとね角から落とした時とかさすがに怖いので、これからこのケースをね、改造してっていうか、この部分を切り抜いて使おうと思います。この端っこはね、端っこは強いんで、この真ん中だけ切り抜いてもまあ問題ないかなと思うんで、ということで今からちょっとここを切り抜いてみます。はい、というわけでじゃーんできました。ここね、ちょうどこの部分ね、穴開けました。まあ、若干ハサミとカッターで仕上げが雑いですけど、でもこれがね、これ単体で見るとね、うわ雑って見えるけどこれはめたら見てこの感じ。まあ雑いなそれでも雑いけど、でもこのマットな統一感良くない？ほらほら、いい感じにぴったり切れました。これを中に入ったことで、出っ張りも、あんまりなくなっていい感じになりました。はい、というわけで今日はね、ユニバーサルアダプターで無線給電できるようにしてみました。面白かった方、参考になった方はぜひ高評価よろしくお願いします。あともちろんチャンネル登録ねよろしくお願いします。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。本当もこれでね、帰ってきてスマホつけるだけでこれで充電開始ですよ。半端ない、これは半端ない。